作りました。踊りたい人なら大歓迎。それではどうぞ。さあ、会場さん、こんにちは。あれ、元気。こんにちは。またまたやってきちゃいました、このおじさん。今度はね、さあさあみんなでどっこいしょっていうね、あの北海道のチームなんですけども、なんと、なんと、ここ関東でもですね、支部ができまして、この真ん中にいる青い葉っぱのリコちゃん、ここね、関東支部ができまして、皆さんお得ですよ。札幌のチームがね、ここ関東で見れるんですよ。ね、あのせっかくなんでね、楽しんでいただければと思います。でね、あのまだまだね、あのメンバーも募集してるみたいなんで、あのやりたいっていう方はね、あの真ん中のリコちゃんにね、どうしてもやりたいんだけどって言っていただければね、今もね、どん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 ね、メンバー増やしていこう、いきましょう。さあ、そんなわけで踊り子さん準備はいいのかな。ワニャワニャしてるけど大丈夫。あ、カメラマンさん、カメラマンさん、ちょっとなんかね、疲れた顔した人がいますよ。大丈夫。笑顔で撮ろう、笑顔で。なかなかカメラマンいじるってないよね。元気よく撮りましょう。なんて変な話してますけど、ね、元気よく踊っていきましょう。踊り子さん、準備はいいかな。そしてお客さんも準備はいいかな。よっしゃ、行きましょう。元気足りない。あ、すいません、秋間さんからね、足りないというお達しがありましたので、もう一度聞きますよ、はい、踊り子準備はいこう。さあ、お客さんも準備はいいか。どうでしょう。まあまあいただきましたので、そのまま行きたいと思います。はい、お願いします。さあ、踊り子さん構えて、ミュージックスタート。さあ、手拍子よろしくお願いします。一緒に盛り上がっていきましょう。ハッパI'm sorry.
いただきました会場の皆様に感謝の気持ちを込めて超超笑顔でありがとうございました。ありがとうございました。はっ、さあさあみんなでどっこいしょで、どっこいしょの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあさあみんなでどっこいしょの皆さんでした。続きまして日川郷よさこい連の皆さんです。老若男女の入り混じった明るく元気なチームです。下は9歳の男の子、上はもうすぐ80歳になりそうな人たちの集まりです。コロナの後再開したぶっちゃけ祭り、初心に戻り、南中ソーラン3部作の今年は2年目、暑さに負けずに今年も頑張ります。それではどうぞ。会場の皆様方、暑い中応援ありがとうございます。